2024年3月の下旬、冬の名残をとどめつつも徐々に春の顔をのぞかせる新潟県上越エリア直江津の浜辺。テーマが、大きいアジを釣るというところでですね、この時期の候補地としては、いくつかあったんですけれども、その中で、この時期本当にちょっと集中的に、結構でかいのが釣れる、この、新潟の上越エリア、にしたと。本当にベイト系が何もない。潮通しもいいかもしれないですけど、風通しもめっちゃいいです。なんでしょ、うわー、豆アジ。さあ、一匹釣れたらもうヒントですよ。これまで数々の逆境を跳ねのけ、我々にアジングの面白さ、そして奥深さを提示し続けてくれた関西を代表するライトゲームのプロフェッサー、藤原慎一郎。そんな彼が今春さらなる醍醐味を伝えるべく、大アジ狙いに的を絞り訪れたのがこちら、新潟県の上越エリア。冬場なかなか釣りが成立しにくいエリアではあるんですけど、この春先ぐらいから一気にでかいサイズの群れが接岸して、本当一時釣れ盛って、そういう魅力のある場所、ちょうどこの時期このタイミングっていうのが、非常に面白い場所なんで、春先から春本番にかけ大型のアジが一時連れ去るというこちらのエリア。そんな魅力に吸い寄せられこの地へとやってきた藤原だが、今回見据えるサイズはだいたい尺から30半ばとかが多いんですけども、その中に40が混じったりっていう、40オーバーが出たりっていうような感じですね。40ですか。そうですね、いい兆候になるように期待してます。そうですね。楽しみたいと思います。海、川、湖、すべてのフィールド、すべての釣りジャンルに対し最高のテクニックで最大魚に挑み続ける、その道を極めた釣り人を追う完全実況ドキュメント番組 G ワールド。新潟県春の上越エリアで大アジを追い求めた藤原慎一郎の釣りに密着する。上越エリアで唯一沖へと突き出た釣り場となっているこちら、天候が安定せず開かれる日が少なかったということも影響してか、開放期間の始まり3月初頭から開放日にはほぼ定員いっぱいという多くの釣り人が押し寄せていた。100人を超える釣り人が入場し、人が少し落ち着いたタイミングで釣り場へと向かう藤原。全長660メートルのうち先端から460メートルが釣り場として開放されている直江津港第三東防波堤。すでに満員御礼状態だが、先端から80メートルほど外向きのスペースに周囲の方のご好意で入ることができた。またつけるすいませんね。ダブルすいません、ありがとうございます。とりあえずはいわゆるジグヘッド単体で、レンジちょっと広く探りながら、今3グラムのタングステンのジグヘッドですね、でエクボの 2.2 インチのワームで、すいません、ちょっと横で話します。ちょっとジグタン見てみて。ジグタンで使用するロッドは宵姫花に S57UL プラスソリッド。こうちょっと風もあって流されますね。今は
上から中層ぐらいまで、まあ普通にフリーフォールとか、まあいろんなフォールで落として、で中層ぐらいから、ちょっとこうふわふわ軽いアクションとかで、またその下のレンジに入れていって、で、でまあそのなんかちょっとした触りとかなんかないかなってちょっと感じながら、で、まあ、ボトム完全に着底させて、その後は結構ちょっと早巻きとか巻いたりして上ずらせるというか、まあ、そういうちょっとリアクションというか、ボトムついてからはそんな感じでまずはやっていこうかなと。周囲の水深は15メートル前後となっているが、着底まではおよそ50カウント。で今3グラムでだいたいね、ボトムまで50ちょっとぐらい、まあ、カウントで言うとそれぐらいかかるんですよね、うん、ちょっと時間かかるんですけど一投、うん、でただまあ風もちょっとあるんで、うん、まあ、これぐらいでちょっと最初はコントロールしながら、で、まあ、もしその3グラムで、ちょっと食ってくれにくいとか、まあ、そういうのがあったらちょっとだけウェイト 2.5 とか2とか、うん、ちょっと落としていこうかなっていう不安もんですね。まあその上からゆっくりフォールさせながら、まあ、どっかでなんかちょっと触ってきたらそのレンジをやろうと思うんですけど、まあ何もなく、うん、と今のところアジトのコンタクトを図れていない藤原だが、両サイドの釣り人たちはコンスタントに両形を上げている。かなりのアジが回遊していると想定される状況に対し、よし、ちょっとフロートでやってみましょう。ここでフロートリグをセットしたタックルに持ち替える藤原でなんですけど、ちょっとねチューニングします。まずデフォルトでついているバランサーを外し、でこれタングステンのダウンショット用の進化、うん、これを刺すと、これ、フロートが 15g で、それに、まあ、ちょっとバランスは抜くんですけど 5.数グラム、はい、進化をつけてます、まあ、こんな感じでちょっと、重くして、より沈むように、でもキャロよりも、はスローなホールっていう、はい。もともと潜るタイプのフロートにダウンショットシンカーでチューニング、フォール中中層でのアジの反応を逃さぬようゆっくりと落としながらも着実に深いレンジまでを探っていく。そしてボトム付近まで落としたらフロートを流れに乗せつつ極小のジグヘッドを漂わせアジのバイトを誘う。一投目は残念ながら全てのレンジで反応がなかったようだ。この後も数投ボトム付近までを探ってみるが、アジからのリアクションはない。ここでワームをチェンジする藤原、ちょっとシルエットの小さなノレソレ 1.8 インチのこう浮力がある素材なんですけどね、これがこういうちょっとふわーってした時がいい時に効いたりするんで。ゆっくりと深くまで潜るフロート、極小のジグヘッド、そしてシルエットが小さく浮力のある素材というワームの組み合わせで釣りを再開。そしてこのワームチェンジが功を奏し、ボトム付近に到達直後、来ましたね。ワーム変えて一発でしたね。かけたのはなかなかな量刑のようだ。おっしゃ
ミニサイズ来ました。いや本当あのボトムまであのゆっくり入れていって、うん、本当ボトムスレスレ、うん、ちょっとずつちょっとずつ、うん、あの入れていってたんですけど、はい、でまあちょっとワームを変えて、うん、一撃でしたね。実際そのサイズを測ってみると37.87閉じてて 37.5 ぐらいですかね。37センチオーバーの量計。来ました来ました。ちょーよいしょ、33C ぐらいですかね。今ももう本当にボトムもうスレスレ、はい、しかしこの後はちょっと状況が難しいですね。多分入ればふーっと思うんですけど、強まった風に狙いのレンジまでリグが入らなくなってしまい、当たりが途絶えてしまった。ここで次の一手を打つ藤原。ちょっとね今いやあの釣りづらい状況になってるんで、もうちょっとボトム取りやすいダウンショットですね。あのバチコンでやってる、自分がバチコンでやってる仕掛けなんですけど、まあ、さっきフローってやってたあの PE にリーダーを結んで、で普通カットするこのリーダーの、余りとそこにジグヘッドをつけると、うん、まあ、ここにフロートがついてたんですけども、 で下にシンカーですね。今これタングステンの 10.5g。 ジグヘッドの位置を上下入れ替え、ダウンショットの形にした藤原。フロートの時に比べワームの漂い方は制限されてしまうが、背に腹は変えられないところ。このセッティングで着実にボトムを捉えながら狙いのレンジを探っていく。こうしてダウンショットで攻め続けること数投目。ボトムを感じ取った直後、食いましたね。ボトム結構いい重量感ですよ。釣る者に大きな期待を抱かせる重量感。よいしょ、どう、あ変わらんか。いやーいいサイズですね。結構ね風吹いてきてしまって、で、まあ、フロートでゆっくりこう入れてっていうのが難しい状態になってしまったので、でフロートあのレンジにさえ入れば結構な頻度でちょっと当たり出るようになってたんですけど、ちょっとこれさすがに難しいなと思って、なんでまあダウンショットで。これも同じぐらいですね。37、まあ、37ですね。今回ね今年、まあ、40ねチラッチラ出てるのは出てるんで、いやあるそうおるとは思うんですよね、まあ、今ちょっとねあの状況というか風でねやっぱりこういう円筒系のリグですけど、あの全然タイミングによっちゃもうジグタンの釣りでその40とかそういう絡みが出てるんで、サイズアップへの強い思いとともに強い風の中ダウンショットのリグをキャスト。するとボトムコンタクトの直後再び、
この魚もアジングタックルになかなかな手応えをもたらす。突っ込んだ頭。よいしょ、よいしょ。いやー、飛車でかかりましたね。これまたナイスサイズ。まあボトムでのすごく多分地味な感じだったかもしれないですけど、ボトムの本当にもう紙一重みたいなところを結構攻めたり、ちょっとふわーっと刺したり、うん、まあ結構ね、なんかこう集中してやるような、うん、感じの釣りだったかなと、うん、まあでもやっぱりね、この堤防でこのサイズが、うん、手応えのあるサイズがまた釣れて、で、まあ、40幅も狙えるっていう、すごいポテンシャルの堤防ですんで、はい、まあね、一度来て見ていただくと、うん、アジング楽しめるんじゃないかなと、はい、今回は自分も楽しめたかなと、はい、思います。春本番への足がかりと手応えをしっかりとつかみ、アジングを大いに楽しんだ直江津港大アジへの挑戦であった。